どうも高井です。なぜ9割の人は継続することができないのか。ほとんどの人は企業へ就職するときに求人票の給料を見て、給料ベースでどこへ就職するかって考えますよね。少しでも条件のいい給料の高いところを選びたい。ただおそらくそれを趣味で選んでしまった場合は、恐ろしく給料の低いところを選ばざるを得ないんですよね。まあたまたま給料の高い場所が選べるっていう人もいるでしょう。ただ企業で就職して働くと、やりたくない仕事をやるがゆえに、ああ俺早くこの仕事辞めてえなって思ってしまう。中には俺この会社で無料でも働きますとか、もしくはお金を投資してお金を払ってでも働きたいですっていう、自分自身のスキルを磨くために働いている人もいるかもしれない。でもそれって少数派だからこそ、こういう YouTube に動画を配信するにしても、私の場合は今読んでるのはこういう本で、一冊定価8800円っていう相場なんですけど、じゃあその値段の本を読んでアウトプットあなた自身ができるのかって言ったら、趣味で本を読むことが楽しいですとかいう人でない限り無理じゃん。ましてやそれでアウトプットしても、 YouTube 上で、じゃあ YouTube で 6ヶ月もしくは1年ってやり続けて全然再生回数上がんない、つまんないって思ったらそれでアウトだしね。モチベーションはやっぱり趣味というやりたいことをやっていく必要があるので、そのためにもまずはあなた自身がお金を払ってでもやり続けたいって思うことを見つけてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。